美しさを高めるように自らの手で肌を慈しむ、それがセルフマッサージ。ポーラのマッサージは解剖学の視点とエステティックの経験から、筋肉と筋肉が交わる交差点にこそ顔のコリを実感しやすいという点に着目。コリを実感しやすいスポットは3箇所。噛み合わせ、小鼻の脇、眉頭の下。この3つのコリ感スポットをケアしていきます。マッサージは洗顔後に行います。首周辺のマッサージ。顔のマッサージの前に行う準備運動のようなステップ。顔につながる鎖骨の下や首周辺をほぐすようにマッサージします。まずは鎖骨の下。両手を腕の前でクロスさせて3本の四腹で8回転します。次に首筋。3本の四腹で揉みほぐすように8回転します。上から下へ位置をずらしながら行います。顔のマッサージ。ほぐす、流す、上げるの3ステップで行います。まず大きめのさくらんぼ1個分のマッサージ量を手に取り、顔の5点に置きます。手のひら全体で内から外へ向かって伸ばします。Oゾーンの警察。手のひら全体で内から外へ撫でるように行います。顎先から耳下、小鼻からこめかみ、目の下からこめかみ、目の上からこめかみ、額全体を下から上へ順番に行います。 T ゾーンの警察。皮脂の多い T ゾーンは中指の四腹で撫でるように行います。顎のくぼみを8回転します。口角を引き上げるように滑らせます。4セット行います。小鼻を円を描くように4回転します。2セット行います。鼻の側面と鼻筋を撫でるように滑らせます。2セット行います。ステップ1、ほぐす。コリ感スポットをほぐすようにマッサージします。まずは噛み合わせ。噛み合わせ部分にグーにした手を当て動かします。次に小鼻。小鼻の脇部分に親指の関節付近を当てて動かします。円を描くようにじっくりと動かします。最後に眉頭。眉頭の下に親指の関節付近を当てて上下にじっくりと動かします。ステップ2、流す。不要なものを流し去るようなイメージで血行を促します。手を密着させて滑らせます。まずはフェイスライン。顎下から耳の下まで手のひらの手根部を使って滑らせます。次に頬骨の下。頬骨に沿って手のひらの手根部を内から外へ耳の下まで滑らせます。最後に目の周り。まぶたと目の下を中指と薬指を使って内から外へ滑らせます。
プラスワンテクニック。さらに耳の下から鎖骨に向かって滑らせます。流すステップの3箇所にプラスして行いましょう。ステップ3、上げる。軽やかになった肌を一気に引き上げるように行います。手を密着させて滑らせます。まずはフェイスライン、顎下から耳の下に向かって手のひら全体で引き上げるように滑らせます。プラスワンテクニック。上向き方向に記憶させるようなイメージで3秒間行います。次に頬、頬を手のひら全体で中央からこめかみに向かって引き上げるように滑らせます。プラスワンテクニック。上向き方向に記憶させるようなイメージで3秒間行います。さらに額、額全体を手のひら全体で下から上に引き上げるように滑らせます。プラスワンテクニック。こめかみから中央に向かって左右交互に引き上げるように行います。最後にこめかみをプッシュします。マッサージのお手入れを取り入れて、すっきりと明るい肌印象の美肌を目指しましょう。